気象結びを結びます。まずこの方に輪っかを一つ通します。このような輪っかをあと二つ作ります。こんな感じ、はい、ここをこの右側に引っ掛けます。で、この端っこの1番目と2番目の間に垂らします。次に真ん中に垂らします。垂らす時にこっちにこういう感じで繋がってたり、こんな感じにして、ここですね、この中に一番最初の一つ目の輪っかを入れます。こんな感じ、はい、整えます。寄れてるところがない方が切りにくいので、きちっとマスの四角になる、こういう感じでこのクリアが切れますね。しっかりと縫っておきましょう。こんな感じですね。これが第1ステップですね。こういうのが出来上がったら、次にこの下の2本では今度は右側、左側に引っ掛けます。こんな感じですね、はい。そしてここからは時計回り 1,2,3,1、そしてこの3番目、この3番目をこの間に入れます。こんな感じ、こういう感じですね、はい。するとこういうのが出来上がりますね。ここまで来るとゴールが近い感じ。もう裏返しますね。これを裏返したらこういう感じになってるんですけど、3つの花びらとこの4つの花びらが見えてますね。ここのこれを引っ張り出す。で、手を入れ、ここね、これを出します。うん、